札幌市長の秋元克弘です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市民の皆さまにお願いです。感染拡大防止に向けて、人との接触を8割減らすためのご協力をお願いいたします。皆さまの日々の行動の積み重ねが8割減らすことにつながります。例えば、買い物に行くときは少ない人数で行くことや、 空いている時間帯に行くことなどを心がけましょう急ぎではない買い物は通信販売を利用しましょう飲食は店内で食べるのではなく持ち帰りにすることが有効です宅配も活用しましょう体操などは動画を活用して自宅でやってみましょう近所のジョギングや散歩などは 他の人と距離を取って行うように気をつけてください人が集まるようなお花見やバーベキューは屋外であっても感染拡大につながる恐れがあるので控えてくださいそして大切なことは不要不急の外出をしないということです皆様の行動が感染拡大防止につながりますご理解ご協力をお願いいたします